アユ釣り界の未来を担う釣り人が一堂に会し、モテる技を競い合う。栄冠は誰の手に。ガマカツ、アユ釣り登竜門。2022年7月10日、次世代のアユ釣り師の共演、ガマカツアユ釣り登竜門2022が富山県神通川で開催された。参加資格は男女を問わず、18歳から45歳まで。4年前から計画が進められ、満を持して開かれた今大会には、全国から65人の若きアユ釣り師が集結。まずは左岸河川敷に設けられた大会本部で抽選が行われた。今日初めてジーンズ来たんですけど、ポイントも分かんないですけど、できる限りのことして頑張りたいと思います。昨日見た感じやったら、背型のチャラとかあの辺がアユ多かったんで、その辺をちょっと狙っていこうかなと。泳がしが好きなので、その前とかちょっと流れの緩いところで泳がせて釣りたいなと。みんなで楽しんで頑張ります。お願いします。できればたくさん釣って勝ちたいと思います。活気あふれるムードの中、ガマカツの岩田峰時大会委員長の開会宣言に続き、田島剛審査委員長から競技審査の説明が行われた。見ていましたが、若いっていうのは素晴らしいなと、将来があるなと思いました。この大会はですね、数年前から行うということで、若手の皆さんにですね、もっとこうアユ業界をこう盛り上げてもらおうと、アユ釣り自体の楽しさをですね、いろんな人に伝えてもらったり、また自分でも全身で楽しんでもらおうということで、名前の通り登竜門という通りですね、鯉が滝を登って抜けていった鯉は竜になるということわざの通り、登竜門という神通川でですね、大会を開催することができてですね、若い皆さんが活躍の場を、さらに得てですね、これからもですね、楽しんでいただきたいということを目的として行いました。午前8時に競技がスタート。選手はおとり3匹を受け取り、ポイントへ向かう。今大会は競技エリアを定めず、4時間の規定時間内に本部から徒歩で移動できる範囲で釣りをする。タックルはメーカーを問わず、針のみガマカツ製を使用。勝敗は釣り上げたアユの総匹数で順位を決める。友釣りは循環の釣り。養殖のおとりアユからいち早く元気な野アユに変えたいところ。しかし前日の雨の影響で水位が20センチ上がっていた。増水で水温が下がったのか、野アユの追いが悪く、しばらく我慢の釣りが続く。前日の下見で釣れたポイントを諦め、移動する選手も大勢いた。開始からおよそ2時間が経過。水位が下がり、日が照りつけるようになると、野アユの活性も上がり、次々とかかり出す。立て続けに竿を曲げる選手も。白熱したバトルが繰り広げられた。
最初はですね苦戦をされていた選手が多かったようです。朝からですね大体9時ぐらいまではだいぶかからない選手が多かった。水が減衰してきましてどんどん昨日からですね増えた水が減衰して透明度も増してきた時に、だいぶ魚も動いてきたなという雰囲気を感じた時にですね、背方の辺から背の流針近くのところでポツポツとかかるようになって、1人の選手がかけると近くにいた選手の方々ある程度こうかけ始めてですね、激戦の場所もありました。釣り合いになるようなケースもですねあってとても素晴らしい大会になったんじゃないかなというふうに思います。そして12時競技が終了。時間に間に合わない場合は失格となります。いよいよ検量へ。総引き数で順位を決定。同引き数の場合は重量の重い方を上位とする。4、5、6、で1位からお選びください。24、25尾、重量測るんで確認お願いします。21、22、23、24、25尾、重量確認お願いします。8、9、20、21、22尾、重量確認。17、18尾、重量の確認お願いします。全部出ましたね。3、4、5、23、24、25、26、29、30、31尾、重量の確認、はい、お願いします。でかいブリブリの鮎が結構かかって、しかも当たりも結構大きくて引きも強かったんで釣ってて楽しかったです。初めての川だってドキドキしながら、まあでも楽しみながら釣りしようかなっていう感じで今年唯一のトーナメントだったんで本当に楽しくもあり難しかったですね。全国でたくさんのね友達とか知り合いの方がねたくさん集まって、顔も見れていい大会やったんじゃないかなと思いますね。またあれば参加したい。ぜひ行きます。ただいまから株式会社ガマカツ主催ガマカツ鮎釣り登竜門2022結果発表を行います。レディース賞は18尾を釣った矢口舞選手。初めの2時間ほどゼロで場所移動したんですけど、その場所移動したところがハマってパラパラと吹かれる状態でした。第3位は25尾を釣った川内敦弘選手。第2位は川内選手と同引数ながら重量で上回った村上優也選手。第1位は内山瀬那選手です。おめでとうございます。そして優勝は31尾1582グラム、見事な釣果を挙げた内山瀬那選手。僕背釣りがすごい好きなんですけど、ちょうど釣りやすいような川そうだったんですけど、まあ石がすごく浮き石が多い印象で、意外に立ち込みがしにくくて、まあ、非常に競争の流れ押しが強い川だなと思ってて、まあ、すごく重りがの使い方がすごく重要なのかなと思って、重りをすごく意識して、大会は好調化に恵まれ、全力で戦った選手たちの清々しい笑顔で幕を閉じた。今日参加された皆さんがですね、それぞれ地元地域に帰って、俺は闘竜門行ってきた、またはこんな釣りを普段やってるんだということでですね、その釣りを見ることによって、うわーかっこいいな、そしてまた楽しそうだねということで、次々と若い釣り人の方々をですね、ぜひこの鮎の友釣りというもののですね面白さを知っていただくために、皆さんが今後も活躍されることを期待しまして、最後の締めくくりとさせていただきます。ガマカツ鮎釣り登竜門は2023年も開催が予定されている。目指せ若き鮎釣り師の頂点。